はい、皆さん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。浅田くびきです。というわけで、競泳都市続きやっていくよ。で、まあ、ここまで来て、まあ、こうね、連れ去られるパーティーをやっていきましょう。ユキ、今助けに行くからね。今、助けに行くぜー。ってなわけですな。はーい。では、次行きまーす。で、まあ、B 行ってしまうと、コイン、足んなくなんないか。って思うんだけどね。まあね。10の B に行ってしまうと、コイン不足に見舞われてしまうので、ってわけではないのかな。どうなんだろう。でもコイン減ってるよね。明らかに。そこんとこどうなんですかといったところですが。えっちゃー。で、これ放り投げられてんの。怖くね？なんちゅう格好だ。さあ、ユッキー探しに行くぞー。調べるとこあったんだ。階段が見える。向こうが回り込めそうだ。釣りま、こんなの登っていけそうに気すっけどな。ここにはいっぱい人がいやー、危どうなってんだ。どうすればいいんだ。ない。危ない。どうするもこうするもないな。でっけえ卵スライディング、はい、したらユッキーがいる。 ユッキーいて。 あれ、俺、間違えたな。まあいいや。進んでいくぜ。怪物に体当たりするって。愛するあなたを。愛するあなたを失うなんて、私には耐えられなかったの。あなたも無事でよかった。なんかちょっとドン引いてないか。 ちょっ早くことの国引きに気戻味さなないんと。だよな。どこからか下へ行けないかな。ちょっと引き気味だったユッキーであったのである。体当たりでいけるのか。よしよし、危ない。ユッキー危ない。別に何もないよね。逃げです。下に降りるのです。あそこにメダルがあるよ。と。で、ここにクミさんがいる。直樹を探してくれと。なあ、この直樹さんなんですけど、なんかね、
フラグが先に行き過ぎて回収できなかったんですよね。こうなりゃやけだ。別に買うようなもんないんだよな、ここに。もうやだ。で、あれ、いねえな。あ、いたいた。ここに直樹さんがいる。ねえ。組いるけど、組さんいる。で、これですぐにね、話しかければ、で、組さんのところに行ってくれるのかな。やべ、疲れた。どうなるの？疲れた。ああ、いるよ。え？連れて行ってください。おんぶしますか。自力で歩けこら。イエーイ。ユッキーどこに行ってんだよお前それ。他に道を。ユッキー。なるほど、今のところ安全そうですね。別に何もないんかい。何もないんかい。クミさんってどういう顔してんの？わかんねえわ。どうコメントしているかわからんが、まあ、普通じゃないか。いたぜ、ナオキッチ。あ、初めて見る。なんだ今のは。一人にしてしまって。私こそつまらないことで喧嘩してごめん。でどういう喧嘩しちゃうんだ。大丈夫。はい。指輪。これは。愛してる国。結婚しよう。結婚しようです。今からここで、ね、結婚式を挙げよう。あの、すみません。僕らの結婚式の立ち会い人になってくれませんか？どういうことなのかね、それは。わかりました。私には務まりません。さっき会ったばかりなのに、私には務まりません。そばで見届けてくれるだけでいいんです。お願いします。お願いします。じゃんじゃんがじゃーんってやつよ。ちょっと待て待て待て。なんで暗くなったんだ急に。照明が。これでどうなってしまうのかな。直樹、ゆっくり休んでね。ゆっくり休んでね。おいおいおい。これ、これもしや。死んでもうた。あれ、直樹さん話しかけらんないんだけど。直樹さん、え、大したことはいいですけど先に逃げてください。別になんかその死んでるってわけではないみたいだが。それしか言わんのかお前は。どうすりゃいいんだ。絶対どうすりゃいいんだ。開ける。ひんぞごめよがね。カレンダー。カレンダーは調べられたんだ。え、なにこれ？持ってく。持ってってどうにかなるってもんでもないんだよね。どういうことなの？いっぱいなんかゴミとか言うんじゃない？あったカレンダー。何これ？何かある的な？
いや別に何もねえのかよ。詳しく見るっつっても、ハチんとこになんか丸ついてるけど、なんか意味あんのかな。未だにこの、当選番号がよくわかんないんだけど。宝くじさ、これどうすればいいんだろうな。わからんな。もういいや。ダメだ。どうなってんだ。鍵を手に入れなければならないので。これは興味深い。これは興味深い。いやいやいや。どうすりゃいいんだ。いや、鍵を手に入れましょうというわけで。で、俺多分一番奥見てないんだよ。何もなかったとか。いやー、ゲロゲロジュースだぜ。ゲロゲロとか言わない。こっち調べてなかったんだけど、何も入ってないのか。なるほど。くそ、もうこうなりゃやけだ。おなら、やけだ。おいつに手突っ込んでやる。鍵だ。おなら、やけだ、つって。ねえ。ああ、そう、ここ、女子トイレに入れるんだった。ああ。え、ここなんか非常口って書いてあるけどさ。何が？笑うよ。鏡ね。はあ。まあ、これ普通だな。柏木さんヘア。まあ、いいんじゃないか、これでも。あ。どかーん。はい、べ。で、あっち行ってたら死んでましたよ、まったく。尻が見える。あ、それ、ここにあったんだ。取り忘れるとこだったぜ。取り忘れるとこだったぜ。しばしば話しかけられるんかい。ちくしょう、何が起きてるんだよ。ヘリが突っ込んできたんだよ。これは興味深い。あんた冷静だな、おい。冷静か。あ、ああ、なんなんだって。結局それもさ、なんだったのかよくわかんないんだよな。階段があるんです。開けます。降りまーす。さあ、カメラ来るよ、カメラ。イェーイ。危ない。ちょ、急にカメラワーク。急なカメラワーク。ユキと離れちゃったーつって、こいつはキャッツ。ダーン、ダーン、鉄山湖。行くぜー。ザッザッ。へい。ビームどこまで届いてんだ、あれ。めっちゃ届いてんじゃん。鎖ガチャ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 。ユッキー。よしよし。はあ。
で、ざわざわ。あ、危ねえ。なんでそんな、もういけんだろうみたいなところでふらつくのやめてくれ。あの人がかわしてよけた羽ばたきでひるむんでいるのか。急ぎましょったら急ぎましょ。ギリギリいけた。さあユッケー、ユッケー、ユッケー。あー危ない。あー危ない、危ない。カメラドーン。このカメラドーンやっていきなり研究所ですもんね。よくわかんないんだよな、それまでの経緯がみたいな感じですけどね。さあ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 、次に行きましょうか。特に何かやるわけでもないからな。なるほど、お前らの作詞だなみたいなね話になってしまう。さあ来ました。大塚さん、大塚さん、 お前さんたちもここに用があるのか。ほう、私たちは届け物に来たんです。これ何がほうなのかよくわかんないんだよね。どんな用事なんですか。俺はネタになりそうな話をもらえると人の気配。やばいすぜいつもと勝手が違う。ところで届け物って。届け物は あなたには言わない。あなたには言わない。そうかい、そりゃ失礼。言わない。さて、物騒なこの研究所の中をどう進んだのか。ここは協力した方が。協力？協力？奥で何があるかわからない。あびっけー。まずは誰か一人が様子を見に行って安全だと分かったら残りどうだ。いいよ。いいやんだ。誰が様子を見に行くの。こういう時は。なるほど。え？じゃあ行くぞ。せーの。せーの。せーの。おつか、お前だ。でれー。あ。まあそうだよな。そうだ。ここはお嬢さん方のために俺が偵察に行くとしよう。おっと、そうだ、確かこの研究所には海藻なお宝があるっていう情報があったな。いいか、お宝は全部俺が独占させてもらおう。お宝って何なんだ。私がこの話の主人公よ。マツカさんにそんな聞けることさせられ、私が偵察に行け。いやいや、私がこの話の主人公よ。私がこの話の主人公よ。私が行くに決まってるじゃない。いきなりメタな。いい心構えだな。発言。それじゃあよろしく頼んだぜ。お宝はロッカールームにあるって話だ。頑張ってこいよ。どういうことなんだ。上だ。ああ、こっちなのね。こっちの階段からの登るんだね。どういうことなんだ。別にあっちからでもいいだろう。ここにお宝があるんだぜ。あっちから登ってもそっちから登っても同じだろ。あ、磨き。でも取っ
っととダダッチに会いに行きましょうから、ここにダダがいるのでダダーって出てくるから、ね、やめてほしい。お宝はロッカールームにある。確かに。やめろ。BL 本があるぐらい。なんだ、やつらじゃないのか。どういうことなんだい。任さないでくれよ。でも君は誰だ。なるほどね。悲鳴が聞こえたので知り合いに煽られてみたいな。確かこれやったんだよね。これにしておこう。悲鳴が聞こえたので何事かと思って来たんです。何事ですか。どうなんですか。そうなんだ。いきなり奴らがどうどう。サーバーがダウンしてしまって。サーバーを再起動すればサーバールームに入る。なら。何？ずいぶん汚れてますけど大丈夫ですかね。スモールライト。何だそのスモールライト。だってサーバールームの鍵開ける。あ、違う。そこの端末さんを調べるんだ。6、9、あ、じゃあ、つ、9、たんたん、6、9、たん、OK だぜ。まあ、開くんだけどさ。これをまず起動させる。スパコン起動させる。したら、でん、したら、沢田さんだよ。沢田さんから来て、沢田さんに会いに行く。ああ、ちょっと待てよ、お前。なんでそこに、スタンバってんだ、お前。そこにスタンバってんじゃないよ、お前。射程内に入っていないな。射程外だ。うるるうるるうるる気がくらいだ。回し蹴りをするんじゃない。そんなハイヒールでやったら、穴開きそうだけどな。シューズ。あれ、あなたここの研究員じゃないの。研究員じゃないよ。なんでここにいるの。なんででしょうね。私はここに来た経緯を話した。副所長に届け物をするために来たこと。いきなりこんなやつっていうか怖いわね。誰かの様子を見に来たこと。この部屋は。ここは貯蔵室だよ。電磁波や宇宙線を遮断する構造になっているんだが、どうも奴らも入ってこれないようだ。ところで主任、宇宙船で副所長はおそらく遮断してるみたいな。私が行ってきます。私が実験室に行ってみます。本当？実験室は宇宙船の実験をする部屋で、ボロボロだぞ。この建物の1階にあるわ。でもあの部屋はカードキーがないと入れないの。貸してあげたいのは山々なんだけど、ロッカーの中に置いてきてしまったのよ。危険だからここに隠れてた方がいいと思うけど、あなたがどうしても行くって言うなら鍵を渡しておくわ。はーい。ロッカーは1階の受付から入った奥の部屋にあるわ。あ、でもカードキー以外見ましょう。見ましょう。意味がわかんないことがいいです。さてと、
こっちになんかあったかな。ないのかな。あるよね。てっ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 て。カードキーを手に入れたらセーブしまーす。多分ね、だからこっちにいるんだわ。あーら、来たー、逃げるぜー。ちょっと待て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 。アホか、お前は。なんでそうテレポートしてくるかな。あー、ちょっと、被ってくんだ、やめてほしい。ダン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 。ここに行くけどね。消えてったよ、あいつ。非常にユッキー見えないんだけど、階段の下にいるんですよ、ユッキー。実は。絶対入れねえところにいるんですね。別にここなんもなかったよね。沢田さんのロッカーを見る。他のか、ロッカーは鍵かかってんだよね。かかっつって。よし、取ろう。イェーイ。取るに決まってるじゃないですか。白衣をゲッツ。ないね。ああ、ちょっとー。もういいっての。こっちは、花山さんっていう人。花山さんはまだトロがいるときに、関係があるらしいですね。さて。グラサンしてる。なんじゃこりゃ。微妙になんか似合ってんだよな。グラサンしてると面白いな。ハードディスク持ってるよ。これ一気来たよ。それだけ？じゃあここに大塚さんがいるんですよね。それなら先に行っておいてくれ。俺も探し物が見つかったら行くってばよ。で、特に何もないんだよな。ちなみにユッキーはここにいるんです。よう、ユッキー。絶対入れないもんね、ここね。どんなところにいる、なんていうところにいるんだよ、お前は。で、あなたなの。さっきまでいた彼は研究所内の様子を見に行ったの。心配だわ。そうだ、カードキーは見つかった？見つかったぜ。実は実はカードキーの他に見つけてしまったものがあるんです。ちょっとカードキー以外見ないでって言ったでしょ。かわいそすぎる。それを私のロッカーで見つけたことを秘密にしておいて。職場にそんなものを持ち込んでいることが知られたら、私ここにいられなくなってしまう。そんななのかな。分かりました。誰も言いません。私のお願いを一つ聞いて。私のお願いを一つ聞いてくれたら黙っていてあげます。悪人すぎる。お願いって何をすればいいの？一つお願い。
これやるとやっぱり将棋なんでしょうね。将棋を指して終わるんですよ。嘘ですよ。沢田さんにまとめてとにかくいろんなことをしてほしいの。まとめてとにかくいろんなこと。一つじゃねえ。察しはつくけど、ずいぶんと欲張りね。察し。わかったわ。あ、察しみたいな。それで秘密にしてくれるなら、私が知ってるできる限りのことはするわ。でも恥ずかしいから電気を消して。お願い。沢田さんにキスしてもらいたい。わかったわ。あれ別にどこをキスしてるのかわからないでしょ。沢田さんをギュッと抱きしめたい。ギュッと抱きしめたい。沢田さん、うん、見た目よりもずっと細身なの。ガチ売りすぎ。何を言ってるんだ俺でしょ。私の特殊能力を見てもらいたい。特殊能力いいわよ、見せて。な、何これ。何これ。こんなの初めて。ねえ、ちょっと触ってもいい。特殊能力ですからね。沢田さんに私の特別な姿を見てもらいたい。どういうこと。特別な姿ってよくわかんない。私をきつく縛って、そして思いっきりぶってほしいんです。わかったわ。ハケサガさん。どんな気持ち。じゃあうつ伏せになって。ほら早く、もたもたしないの。なんでこんなにやる気満々なんだ。はっ、うん、いや君か、陣内の様子を見に行ったんだが、また何人か奴らに消されたようだ。ところでこれは何をしているんです。ああ、吉岡君、なんでもないのよ。俺は何をしてるんだ。お願いされてね。それじゃあ副所長をよろしくね。なんでその床屋にあるやつを持ってるの。はい、うん、別に本は関係ないだろう。変わってないと思うんだけどね。これでしょ。これも三駒元子さんっていう人が書いてるらしいです。誰やねんって話。第4巻ですね。BL じゃねえかね。よし、別にここでもよくねえかって思うんだけどさ。1階じゃなくて2階とかにやればよかったじゃん。じゃあ行きますよ。そこにいるんだろう。だだだ、開けた。じゃあなぜか柏木さんがいる。よかった、ちゃんと届けてくれたのね。柏木さんな、彼女がプログラムを持っています。待ってますよ。いや、ありがとう。こんな大変な時なのに届けてもらって助かります。はい、どうぞ。確かに納品していただきました。これから検診をしましょう。それ一体何なの。よろしくお願いします。結局何のプログラムなのかわからない。そのプログラムは何に使うんですか。
数日前から空に紫色の閃光が再三発生しているのは知っていますよね。知ってます。このプログ。おい、ここにいたのか。それはこっ。副所長、不審な人影は見当たりませんでした。前の隣だ。脱出するなら今のうちです。ああ、ご苦労様。では。だだあ。スモールライト。スモールライト。まずいぞ、逃げろ。柏木さんが二人みたいになってるけど。ダダッチから逃げるのです。さあ逃げるのです。ああやめてーやめてー、早く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 、早くこっちよ。お前らなんでそんな早いんだよ。本当にもう、すぐ行っちゃうんだからな。沢田さんね。実は沢田さんはゲーム会社に出会いしていたというね、変わった経歴を持っていると。プラトニックな男女の恋愛を、男女の恋愛、ああ。ライトが携わったという。多分違うんだろうね。作りたかったのは違うんだろうね。男女ではなく、男だけの恋愛を書きたかったんじゃないか。これだ。意外と評価高いのよ、これ。意味がわかんない。フォーマルスーツか。あ？なんだ。おかしいな。なんで2個あるんだろうな。なんで2個あるのこれ。全然意味わかんないね。ヒゲも2個あるぞ。どういうことだ。あれ？あ、どういうことなの。男の髪やったってしょうがないんじゃないか。あ、ユッキーの髪型じゃん。それはやる。うわぁ。あ、なんかすげえいっぱいあるな。ちょっと待て。あー、なるほどね。なんかその、あれなのかな。こんないっぱいあってしょうがないな。あ、スカートとかあるんだ。スカートやってみようか。いい。スカートのカーボーイなんてあるんだね。へぇ、カウガール。カウボーイハッツ。カウボーイハット。パンツっていうのもあるのか。よし。はい。で、まあ、今回はこの辺にしたいと思います。それでは、またのご来店、お待ちしておりまーす。はい。で、ちょっとおまけでね、やっていきますよ。沢田さんと、大人の遊びをしたいんだ。何なんだ。それで秘密にしてくれるなら。でも恥ずかしいから電気を消して。それくらいいいでしょ。電気を消すっていうことなの。電気消しながら将棋やってる。ここはどうですか。いや、そんなところ。チェックメイト。今度は私の番よ。
いや君か。館内の様子を見に行ったんだが、また何人か奴らに消されたような。空気読まない。ところでこれは何をしているんですか。助手。ああ、吉岡君、何でもないのよ。どうしても一曲って言うから。それじゃあ副所長をよろしくね。どうですって言われてもよくわかんないんだよ。はあ、副所長どうです。だいぶまだ序盤だろ。核交換してさ。でも結構動いてんな。いやで、結構守りに入ってる感じだけどな。この場合はどうしたらいいんだろうな。3月のライオン的な感じで。副所長。というわけで、これだけです。別にあとは同じなのでね。それでは、またのご来店お待ちしております。